というか残り時間とここのその温度が下がるこのメーターを見る限りだと、このマイナス80度で終わりなのか、そこまで耐えればいいの、結構余裕な感じするけどね。石炭もまだまだ余裕。あ、住宅やろ、住宅できた？もうちょっとなんだけど、できてないね。住宅ゆっくり建ててる。住宅食料、生食材結構500危ういな。まあでも大丈夫か、さすがに。1時間 4.5。 え、これスープにします？普通の食事、寒すぎます。スープいいか。いや、多分ギリ間に合うと思う。多分っていうか、他に蒸気核を手に入れようと思ったらどんな手があるんだ。ウォールドリルを壊す、炭鉱を壊す、炭鉱とウォールドリルと、あと温室かでしか蒸気核使ってないよね。まあでも最悪あれか、ワークショップに入っている人たちを、まあ普通に石炭掘ったりする方に回せば、オートマト今こんなにいらないのか。現状オートマトも過剰説あるわ。無理やりワークショップに回してるけど、別に最悪、エンジニアが石炭掘ればいいっていうね。まあそんな話もあるので、まあそこまで悲観することはないでしょう。石炭今掘ってないからね。掘ってないけど1万まだ切らないからっていうね。ゼロ。掘ってないのに。すげえな。じゃじゃじゃ、木は？ショートカット V。V 押さねえな。木。1体。鉄2体。生食材。3台。調理場。よくわからん。健康。健康、これもオートマトンじゃなくてよくねえ感あるよね。そろそろ本当にワークショップの中身を減らして、で、診療所に回せばいいじゃんっていう。で、診療所のあれも取ればさ、あの、機械化取れば、5人でいいから、あったよね、そういうのね。診療所機械化。マイナス5エンジニアできるんで。たったあと1台。やっちゃうか。で、鉄、もういいな、これ。一個やめよう。石炭あるから送ろうぜ、じゃあ。これで2体でしょ。あと、2体減らすのが、診療所、やめて、あと1個。朝、できるから、これが。これができたら、その4台使って石炭送ろう。4台マイナス、でかいけどな。で、食料を全力で作ると。まあでも生食材溜まってるから、まあ500超えるんじゃない？これで。大丈夫そう。信じてるよ。スピードアップ。まあ病人。病気。一回やめるか。これで。患者いませんだって。病人一人。あ、なんだ？病人なんだよね。入ってくれ。で、できた。住宅できた。あったかい。これだ、あの、ジェネレーターするカップを取ったら、勝手にここが上がるはず、ん？マイナス50は上げる必要なんだっけ？あんのか。60が来る。あ、60からもう省か、これ。これ、暖房じゃダメだよね。性質がダメになるから暖房を切って、ハブになるわ。マイナス60度来たら。まあ、それは。来た。暖房。
こをつけて、あれ待って待って待って、ジェネレーターレベル2行くまで両方必要かこれ。待って待って、そうだよね、両方必要だ。今下げてんだよね俺。ああマジマジ、分かった。はい、もうちょっと上がったら暖房は切ってよくなるんだけど、必要だわ石炭。これじゃあ足んなくなる可能性あるな。大丈夫だね、凍っています。消えた消えた、あくび消えてない、いいね、消えた。でこれ多分石炭消費がえげつなくなるから、とりあえず飯、飯はやってもらう。うん、作っててできた、できたんで、じゃあ行ってもらうか。4台空いてる、行くしかねえ、しゃあねえな。向かってんのか今これ。回収、帰ってきてくんないよねオートマトン。いやー行ってらっしゃい、しゃあねえ。はい、ニューマンチェスター対応済み、最後の輸送品が、え届いたのこれ。はい、あそうだ、これ時間は別に考えなくてよかったんだ。いやもうその建造したの送ったんだけどな、もう。でも減ってないねこれ、帰ってくんのこれ。それだけが心残り。嵐を生き延びるチャンスが非常に少ない。そうなんだ。いや帰ってこないっぽいから、じゃああとの2個はまあオートマトン作ろうか。はい、食料も多分大丈夫。こいつら何してんの、ぼーっとしてんの。働け、ん、な、なんだ、どういう、寒すぎて機能しない、寒すぎて機能しないが、そうなんだ。え、じゃあ至る所に蒸気箱これ必要だったじゃん。待って待って待って、この今棒立ちの4体は収集、いやいらん、あ収集所にこんな入って、あいらん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 、こんな入ってたの。あ違う、これ消えてるからだよ、もうないからだよパイルが。あ余裕じゃん、なんだ俺収集所にこんな入れてたんだ。じゃあ食料作ってくれ。暖房じゃダメ？これ非常に寒いわ、大丈夫？動いてるっぽいね、まあ、とりあえず次暖房やろ。炭鉱、あ3体余ってるから炭鉱入れるわ。これ動くの？この。はい、ジェネレーターストローカップ。これが、レベル3になったら暖房は切れる。で、問題はこれで動いてるのかどうか、その炭鉱が。わかんねえな。いや、行ってはいるから動くっぽいね。石炭もまあ多分十分だし、食料が500ね。足りそう。で、緊急だ。住宅の再設計。これ先か。あ、コストか。これ、これいらんわ。温室の断熱。温室今、暖房かけてんだっけ？それがいらなくなる？
これいらないんだよね。一旦いらない。暖房はいらなくて、で、温室も暖房いらないのか。入ってる。そっかそっかそっか。ハブの周りに置いてるからいいのか。じゃあ、ティアゴ行った方がいいか。チェックリストと機械化やっと来てえけど、いや、氷ザップが最優先じゃない？オートマトンの。5開けよう。開けます。で、食料500いきそう。大丈夫そう。作ってる？燃料補給。はい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 。最後の努力。町の安全を確保する。最後の努力。ニューマンチェスターの安全が確保されたので、またミッションに集中することができます。そうだよね。疑問を呈していたエンジニアがやってきた。我々は異議を唱えたかもしれません。しかしそのことは水に流す心構えができています。良くも悪くも、ミッションを達成するための最後の一押しをする準備ができています。そうだよね。いや、文句を言う気持ちもわかる。それはそれで正しい意見だから。それは俺が勝手に決めたことなんで、俺は何も言わない。ただ、ミッションは成功しそうだ。大丈夫そうだ。やろう。ん？ 8000 石炭やばいじゃん。待って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 、8000石炭やばいじゃん。はい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 。8000がやばいじゃん。もう一個作るよ。食料はいきそうなんで、石炭、8000、そうだよ、余裕こいてたわ。一気に使ったな。動いてる？動いてんだよね、これ。見えないけど、オートマトンは。なんか落としたね、今な。何の音だ？到着した？オートマトンが、向こうに。収集を早くやんないといけなくなる可能性がある。だから、ここら辺全部オートマトンに任せて。いや、8000やばいかもな、これ。あと2日。いや、本当に、その、減らしていい石炭を、カットしよう。減らしていい石炭はマジカット。これ、調理場をさ、こっち置いた方が良くない？だよね。そうすれば向こうの暖房切れるから、それは切りましょう。この2個ね。これしても壊すわ。今超えたわ。全然超えたわ。余裕だったわ。オートマトンできたら、温室1個また壊して、オートマトンを作ろう。で、石炭をガツガツ増やさないとまずい。ここのオートマトンいいや。これも壊して、そこ？収集。収集所も寒いとまずいんだっけ？いいのかな？ファイルはでき始めてるね。200とか入ってるから。いや、これやばいぞ。8000、たまらないかもしんない。さあ、できた。じゃ、こっちにも入れて、木材今1台だけ？ウォールドリルだけ？ 1 台だけだね。鉄も1台。温室1個壊す。で、収集に回ってもらおう。温室、これ壊すか。壊して、収集に回ってもらわないとまずい。で、とりあえずオートマトンの結合さえ研究が終われば、夜中中のこの拾ってくれる石炭の量も10パ増える。8000。で、今のところこの4台すべてにオートマトン、あ、もう入ってねえわ。
どっかだから抜いていいよ。鉄、400あるから、1個、いや、1個動いてんだよ。もう1個いいや。こっちに回そう。だからもう1個収集所置いてよくないこれ。多分、石炭を作る方が早いはずなので、もう1個置くわ。これ壊れたらそこの、背面側に収集所置くわ。だから収集所の効率アップも、やっぱ取っとくべきだったね。資源の、断熱じゃなくて、断熱の次か。効率的な収集。これ取れると、収集所を使った収集も早くなるから、それも重要だったんじゃないのっていう気はする。いく？作るぞ。真夜中だけど。で、壊している。壊れたんで、収集所あと2個。ここを全力しないと多分まずい。蒸気石炭採掘の上ってあるんだっけ？蒸気石炭採掘の上。あ、蒸気タンクあんじゃん。やばいやばい、これ、こっちだ、こっちだ。タンクを増やさなきゃ今度は。そっちだったわ。しまったしまった。これ遅いんだ、この2個。ただの炭鉱だから。やばい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 。結構ギリ。24時間していいっすか？ 24 時間。行くしかなくない？これ。緊急シフト。よろしく。この後に及んで、緊急シフト。で、蒸気炭鉱。食料は足りてる。足りてるのよ。で、収集所置くのよ。だからこっちそんないらんかもな。さあ、研究があと 5%。頑張れ、24時間。まあ、1台しか動いてないから、ポテンシャルは多分 100% なんだと思うんだけど。で、蒸気炭鉱行く。さあ、来た。自動試作。あ、どっち先だ、これ。オートマトンの結合。効率 10% 上昇。蒸気炭鉱は、今、240が600になる。こっちだな。さすがにこっちだな。蒸気炭鉱だな。蒸気薬が足んなくなる。これオートマトンがもういらん説ある。8000がね、マジで、ギリギリよ、これ。石炭8000が。倉庫もっと置いとくべきだったね。向こうに6000送って、で、こっちに8000必要ってことだから、14000必要だったんだ。で、倉庫が11000ぐらいしかなかったから、いやー、良くなかったな。いやー、刻一刻と。で、またレベル下がるんだけど、大丈夫だね。苗木大丈夫。で、これあれだわ。暖房を入れないといけなくなるから、石炭の消費がまた増える。80来たらね。70はまだ大丈夫。多分。ので、早く研究が終わんないとやばい。やばい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 。ほんとやばい。あと1日と11時間。石炭、石炭。あれ？あ、ダメなのこれ。待って待って待って。やばくね？とりあえずオーバードライブでしのぐわ。一旦。
だったらジェネレーターのレベルを上げた方が、暖房つけるよりはいいよね。ジェネレーターも上げられるので、シロカップ、これにしよう。これの方が多分まだ、それぞれに暖房をつけるよりマシなはず。暖房今 1？ 使うのに。あ、いや、1だったらいいのか？ 6 上がる。1だったら暖房でいいのか？まあでもちょっと、様子を見ましょう。動いてるんですか、これ。動いてるんだよ、いいんだよね。寒いと効率悪くなるとかある？動いてる、動いてる。飯をなんか減らして良さそうなんだけど、温室をもう一個壊してもいいかな。これ、そいつ何してんの？ね、ああ、燃料か。とりあえず蒸気炭鉱にしないとまずい。蒸気閣が1個足んなくなっちゃったんで、壊します、これ。で、そこ入れとく。もともと入れとく。蒸気炭鉱にあげましょう。あげる。なんだ？オーバードライブ。2レベル上昇。ジェネレーターシロカップ。これだろうな。シロカップ。はい。いや、暖房でいいのか？わからん。で、温室壊れたらこっちも。てか、さらに上の炭鉱があった気がするんだけど。新型炭鉱。240、600、900。こっちにしないとまずいかもしれん。そうなった場合、オートモート1個壊すっていうことになりそう。作ってくれ。やばい。8000、8000、8000。間に合わないぞ、これ。ガチで。8000。寒い中、オートマトンたちは掘り続けてくれるから、生き残りはできると思うんだけど、できたみたい。システム的に どうなるかよね。そのタスクが完了できてないから。収集所、炭鉱、はい。ギリ間に合ったら嬉しいな。そこ早くやってくんねえかな。これ抜いた方がいいのかな。労働者待機中っつって出てるから、ワークショップにいる人を抜いた方が行ってくれる？っていうこともあるよな。一回抜いた。10人余ってる。これでこっち行ってくれたらいいんだけど。最優先、最優先。あと、温室を早く壊してくれ。はい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 。ああ、そうね。びっくりした。延長シフトね。延長シフトはいいんだけど、そっちじゃないんだよ、まずいのは。さあ、炭鉱できる。できた。で、レベルアップ。これは今上げなくていいはずなんで、いいです。オーバードライブがいっぱい。忘れそう。蒸気客ゼロ。いや、やめよう。これ忘れる。絶対忘れる。待って、ちょっと計算するよ。4にすると、6個増える。でもなんか、マイナスのあれがあるから、
今18必要って書いてあるけど、実際14って出てるから、これあ 5増える、5しか増えないんだったらいいのか。いやでも4台に今暖房入れてないんだよね。暖房は入れてないんだけど、石炭1だったら、いいか。え、待って待って待って、マイナス80来たら、どうなるんだ？マイナス80だと、やっぱり暖房も必要になるよね。まだ壊されない？これこれ。研究研究。あと22時間。もうこれ間に合わんな。なんかやっても。効率アップ系はもうないし。いやー、ちょっと、ミスった感はある。住宅再設、あ、やれないのか。温度どう？十分よね、赤だから。ん？下げてよくない？ん？あれ？これなんで4にしたの俺。あ、これ下げるでしょ？あ、で、肌染め維持だからいいのか、これでいいのか。OK です、OK です。で、マイナス80が来たら、オーバードライブと、もしくは暖房を入れなきゃいけない。新型暖房はだから、消費石炭増えんだよ。これ取らないでいいや、一旦。あと何があるといいんだ？ハブ効率アップがある。ハブ効率アップだから石炭の消費減るんだよね。これ、行こうか。多分間に合わないけど。なるべく減らせる。なるべく石炭の消費を減らす。かなりギリ。で、これが解体されたら、これ何？もういっぱい？いっぱいだわ。いっぱいだわ。取ってんのよ。6台で取ってんのよ。今オートマート6台で。もっと置いてよくない？収集所。マジ最優先、ここが今。で、壊れるよね。壊れたら、壊れねえ。建造優先しちゃうの、この場合。もしかして。壊すのが止まっちゃった。あ、でも、行きそう、行きそう、行きそう。8000行きそう。あと16時間。うわー、もうマジぴったりって感じ。恐ろしい。あ、できたできた。これ、アップグレードしていい？大丈夫？今やるとさ、これちょっとやめよ。ごめん、止めるわ。ここに集中してほしい。これを上げるのに集中してほしい。蒸気炭鉱。上げる。ここにかかってる、今。抜いていいとか抜いて。うわー、あと15時間。優先優先、早く早く早く作って、お願い早く。お、みんな抜く、みんな抜く、早く行って早く立ててくれ、頼む。誰も行かない。行った、行ってる、行ってるけど残り12時間。オートマトンが作ってるよ。オートマトンがカンカンやってる。なんて素晴らしいんだ。さあ、できて、お、いきそう、いきそう。マジぴったり。奇跡的ぴったり感。あ、で、暖房入れないといけないんだ、これ。
やだねー。大丈夫かな。一応新型炭鉱になったから、あれでさらに、行くんじゃ、8000は超えそう。多分超える。今、蒸気ハブと暖房両方つける羽目になってるから結構きつい。大丈夫だね。行きそうだね。で、朝が来て人も余っているのだが。飯やるか。あと、ま、研究も一応ね。あ、どこに？これなんだっけ？製材所終わったのか。壊すの後でいいね。いや、壊すか。まあ、オートマトンが、もうひたすら石炭拾ってるんで、それはそれで多分大丈夫。すごい。ここに、1、2、3、4、5、6、7、8台。8台オートマトン、設定してる。で、こっちに2台。めっちゃ作ったな、オートマトン。何台いるんだ、今。12台いる。12台中10台で作ってる。石炭を作ってるつか取ってる。おー、準備は万全です。さあ、今回うまくできてるんじゃないか。お、最善は尽くしました。こうやって戻っちゃうんだ。ちょっと余韻が欲しかったけど。いや、まあ、救えてよかったね。うん、まあ、難しいとこだけどね。その、種を守るっていうのも確かに重要だけど、絶滅するんだったら、種が絶滅した方がマシだよね。人間が絶滅するよりは。っていう感じなのかな。どうなんでしょう。これも、この考えも傲慢っちゃ傲慢だけどね。まあ、命を大事に。いや、まあでも結果として両方守れたんで、これは文句はないよね。文句はない。どっちかを選べって言われた場合に、どっちを選ぶかはまた人によって変わってきそうですけども。両方守ろうとして両方守れた。これは完璧だったんじゃないのか。よし、まあそんな感じで、性質、無事クリアできましたので、いやー、全然別のゲームになってて面白かった。いや、システムはもちろん同じなんだけど、なんかストーリーとか、そのタスク、やるべき目標が全然違うものになってたんで、とても面白かった。じゃあ次、ちょっとこれまたやりてえな。なんか、次がなんだ？順番にやってく？新しい家、性質。次、難民。うわ、難民も辛そうだね。
えぐい選択肢を強いられそうだけどね。まあ、次回多分これをやると思います。あと残りがウィンターホームの滅亡、最後の秋、綱渡り、あと俺まだ買ってないんだけど DLC もあるんだよね。DLC に新しいシナリオとか入ってる可能性もありますね。エンドレスモードとかあるよ、なんか。拡張とかがあるから、まあ、それを購入すればもう、相当遊べそう。そして2も出るからね。ずっと俺この地獄にいるわけだ。まあ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 。また頑張って、生き延びましょう。ということで今回はここまでにいたします。また次回。それではまた。